こんにちは。今回はフランジとフォトプロのコラボビデオ三脚 X エアクロス F38 を新しく購入したので、こちらを見ていきたいと思います。私は今まで小型三脚にこちらのフランジ U190 をつけて使用していました。ただもう少し高さを出させて、かつ持ち運びやすいカーボン三脚がないかと探していました。直前までスチール用の三脚を購入するつもりでしたが、この2023年4月くらいにフランジが新たなビデオ三脚 X エアクロス F38 を発売したことを知り、自分の使用用途にはぴったりだなと思って今回こちらを購入しました。私はカメラ周りや PCM レコーダーのマウントとしてはフランジの F38 と F22 でまとめています。特にカメラマウントの F38 は私の環境ではマストで、ほとんどの場合これを基準に周辺機器を揃えています。そしてこの X エアクロス F38 三脚はこの F38 マウントを基本搭載したビデオ三脚で、このシリーズで統一している私にとってはうってつけの三脚です。そしてこのクラスでは珍しいレベリングボール一体型の雲台がついています。一般的には高価なビデオ雲台か後付けになってしまうレベラーも、こちらは一体型になっています。それでは細部を見ていきましょう。
三脚の足を出すときには、こちらの石突きを回して、引っ張る形で出すことが可能です。閉じるときも、同じような形になります。足を途中で止めたい場合には、途中まで出してしまい、二段目で固定し、閉じてしまえば、この形で固定することができます。三脚の足の角度を変える場合には、こちらのレバーを押し、ギアを変えていくような形になります。雲台部分はビデオ三脚になっているので、少しトルクのかかったゆっくりの動きになります。カメラを乗せた時にスムーズにパンやチルトができるように工夫されています。そして下の部分にレベラーがついているので、こちらで7度程度の角度をつけることができ、その分水平を出すことができます。少し気になったのが U130 に比べてチルトやパンの動きが少し硬いかなというところがあります。このように下が回ってしまうぐらいちょっと硬いので、少し調整が必要かもしれません。こうやってネジが回ってしまうんですね。なので、こちらのパンの動きに関しては少し調整が必要かもしれません。ただ、引っかかりやザラつきなどはないので、そのうちこなれてくるのかなとは思います。指で押さえてないと回ってしまいます。その他の機能として、こちら下の部分にスマホホルダーが収納されていたりします。こちらもあまり使わないかなと思います。ポール部分はこちらを緩めて引き伸ばすことで高さを出すことができます。こちらとこちらの2箇所に4分の1ネジが切られているので、アクセサリーなどをマウントすることが可能です。ここに水準器がありますので、ここで水平を出すことができますが、私はカメラ側の水平で見てしまいます。足の部分にあるグリップはゴム製で、非常にグリップ感が強くて持ちやすいです。ケースについては付属があるのですが、巾着タイプなので出し入れがしづらいと思い、私はこちらのマンフロットのケースに入れて使っています。こちらの方が多少ギリギリなんですけれども、出し入れが格段に違いますので、こちらの方が便利かと思います。いかがでしたでしょうか。実際にこうやって手に持ってみても非常にコンパクトで、持ち歩いてもあまり邪魔にならない三脚だと思いました。大きな不満点もなく、非常に使いやすい三脚だと思います。皆さんもぜひ手に取ってみてください。このチャンネルではカメラやオーディオなどの趣味や、私が本業としている IT のお役立ち情報などを発信していこうと思っています。少しでも気になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバイ。